ちょっと待って、これバカにされるんじゃないかな。写真いっぱいあるからな。え、これですよね。これですよね。いやー。これ漏れてると思うけど。いや、漏れてるっちゃ漏れてるけど、まあ、ブス、いや、なんいや、ブす。スっつうか、俺はこういうちょっとなんか素朴な、なんか飾らない感じ。で、その、さっきのやつは加工もちょっときつめだし、で、顔も隠れてるから、こういうなんか、感じが僕は好きですけどね。そうですかね。まあ、ありがとうご好ざいみます。があるだろうけど。女の子が好きな顔と男が好きな顔って違って、男結構好きだから。いや、こういう感じ。じゃあ、なんで私あんなカソなのかな。ん？過疎？カソクソなんですけど。この子可愛いな、好きだなって配信見る層っていうのは一部ですよ。それは男リスナーで。みんなって何で配信選ぶ？面白さじゃないの？多分。あ、そっか。可愛いとかかっこいいで枠選ばないんじゃない？面白そうだなとか、この人好きだなとか、そういうのじゃない？だから顔ばっかり意識してもダメなんじゃないですか？それはそうです。なんかちょっと正論すぎて私もちょっと返す言葉がないんですけど。何したら面白いかなと何したら面白いか。か。それも僕もわかんないんですけどね。なんかさ、あれ？もしもし？聞こえる？声聞こえないよ。あれ？治ったよ。あ、よかったよかった。ごめんなさい。ありがとうございます。聞こえ、なんていうか、その、坊主。坊主に、あ、フォローありがとうございます。坊主にしろって言われて、いや、坊主にしたくないんですよね。いやー、それはやめた方が一時的だよ。その配信だけだよ。坊主。いや、だってだっ私、髪て、の毛、いちちゃんって閲覧少なくないじゃん。50人とか60人とかいるじゃん。いや、少ないです。さっきとか、2とか3でだったら、2とか 3？ 夜2とか中だ3。からじゃない？あ、そっか。俺ね、過疎、めちゃくちゃ過疎時代、配信始めたばっかりとか、時、30人ぐらい来てたら、ああ、30人ぐらいいたらいいなーって思ってたよ。十分じゃない？どうかな、そうですかね。十分だよね、みんな。十分っすよ。何？育ててほしいの？あれ、声聞こえない、また。声聞こえないっすね。ごめんなさい。何？弟子になるじゃん。育ててほしい？弟子になりたい。喋れないんだ、今。いや、喋れるんですけど、じゃ、声聞喋ろこえや。てない。テロップだ。声聞こえる？聞こえてます。で、一応、誰について聞こう。喋ればいいじゃん、テロップで。一応、だから喋らないの？え、テあ、ロッ喋プ。れます。じゃあテロップいらないじゃん。両デスじゃごなめくんなて。さい。わすいかる？ま言いせたいん。こと。普通いにや、なコんラか、ボ上がったんだったら、普通に会話しようよ。あ、わかりました。いや、まあ、してて、
欲しいか欲しくないかは置いといて、まあ、ゼロワンさんのことは好きですね。あ、好きなんだ。はい、人間として、はい。例えば、うん、あの、誰に育ててもらうかってすごく重要なんだよ。ああ。うん。まあ、そうですね。はい。例えば、ふわっち配信者のもんちゃんとかね、もともとは、よっさんについてたんだよ。ああ。で、そこから人気出て、自分でやるようになったみたいな。一応あの、うん、ゼロワンガールズもいるんだけど、うん、俺の派閥に入る。正直、うん、迷ってます。あ、迷ってる。迷ってます、うん。迷ってるんだったら他にもいるんでね。そうですね。他の人選んでもね、いいんじゃないですか。そうですね。わかりました。うん。なんかすいません。いや、いいですよ、全然。はい。失礼しました。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、失礼いたします。はい。はい。なんかイラつく。バカにしてない。バカにされた今。もしかして。いや、バカにされたの？断られたの？バカにされて。ふざけんじゃねえよ。